ゆきたまさしと大助のゆきすけ、はい、 YUM チャンネル by YouTube でお送りしております。はいはい、12月ですね。今年最後のゆきすけですかね。そうですね、うん、平成最後のかな、もしかして。うん、そうだかな、平成最後のゆきすけになるのかな。え、でも、あ、わかんない、あれ違うか、もうちょっと先わかんないけど。あ、でも何恐れられて言ったけど違くない。ごめんね、よく分かってないんだよ。1月、うん、ねえ、ほらなんか、まあ、僕らの時もさ、昭和ギリだから、うん、あの平成にいつなったかよく分かってないけれど、なんか1月の始まりの頃に切り替わった記憶があったから、なんかそんな気がしちゃった、うん、そうだっけか、うん、なんかそうだったんだよ。もうね、確かにそのレベルで覚えてない。そうそう、あのね、うん、平成元年がなんか、うん、1月のなんか8日だか10日だかそのあたりで、なんかちょうど自分の同年代の人がなんか昭和だったり平成だったり、なんかあれどっちみたいな、うん、そういう話をした記憶がある。俺その記憶ない。え、本当に。マジか。そりゃそうだ。まあでもね、覚えてないということです。ただ、まあそういうことだね、ギリギリ昭和生まれかな。うん、そうそうそう、うん、だから昭和ね、うん、なんか生まれて物心なんかつくわけもないまま、うん、あの平成に切り替わったので、そうそうそう、僕らはもう平成の人間として生きてます、うん、そうね、それが終わってしまうという。そうなんだよ、なんか違和感がありそうで、うん、半端ない、うんうん、あのもし、まあ、僕よりねご年配の方って昭和の時代も経験されてて、平成になった瞬間もね、うん、あるから、うんうんうん、なんだろうな、まあそういう、まあ一回は踏んでるわけじゃん、うん、昭和から平成になった違和感。そうだね、そう、僕らはあの平成という時代を生きてるから、物心ついた時にはずっと、うんうんうん、だからそれが30でちょうど切り替わっちゃうってことは、そうなんだよね、ちょっと覚悟していかないといけない ね。だからなんかもう気がついたらまた平成って書いちゃうもん、ね、うん、そう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 ね、だからなんか切り替わりのタイミングになんかさ、うん、こうなんか書道で書いたあれ平成みたいな、そう、そういうの見てなかったから、うん、見てない。だいぶそこそこ育ってから、あ、こんなのやったんだって知った。うん、まあ、ただ個人的にね、ちょっと切り替わるのが残念なことがあって、うん、自分の年齢がね、うん、あのいつも分かんなくなる時があって、うん、そう、あのね30代君が、そう、いや今は分かるよ。今は分かるんだけど、うん、あの平成30年に僕ら30歳になったじゃない、うん、だからつまり今年何年だっけって思い出せば自分が何歳か思い出せたっていうね、うん、あ、まあそうだね、それができなくなっちゃうのがすごく残念だなって思ってるんだよね、うん、確かにね、まあ、うん、なんかそれだけなんだけど。いやでもわかるよ。うん、まあそんなこんなで平成が終わってしまう、まあ前の、まあ、前のギリギリじゃギリギリのゆきすけの放送、うんうんうん、まあ今年最後ですよ。今年最後です。今年最後ということは、はい、12月ですよ。12月ですね。ということはやらねばならんことがありますね。それは何でしょう。忘年会ですね。忘年会か。あのね、忘年会実はちょっとエピソードがありましてね、うん、ありましたね、先日、うん、やってまいりました。やってきましたよ、忘年会、はい、アットホームな、ね、あの YUM イノベーションさんでね、うん、あのさんって僕らお世話になってるから、まあ一応あれですけども、うん、そうね、一応今年1年お世話になった方々に感謝の気持ちを込めましてということで、はい、まあお客さんも交えてせっかくだから、こじんまりとでもね忘年会をさせていただきましょうというスタンスで、忘年会やってまいりました。来てくださった方ありがとうございました。ありがとうございました。ね、お客さんとね、うん、杯を交わすっていうのはね、うん、なんかすごい不思議な感覚だったんですけれども、確かにね、うん、なんか不思議な、本当なんか違和感はあったけれど、うん、でもね、なんかすごく気持ちのいい時間だったね、うん、あの時は、ね、あれなんか、あ、悪くないなって思った、うん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 、こういうのもありだなっていう、ね、うん、まあもちろんそれはね一個の線引きはもちろんさせていただかなければならないんですけども、でもそういうのも、まあ、まあひっくるめた上で、うん、まあでもせっかく本当にお世話になったっていう形でもうお呼びしてるから、うん、そこはやっぱ楽しくね皆さんにも過ごしていただくという目的だったので、そうだね、そういった意味では皆さん楽しんでいただけたでしょうか、うん、楽しんでいただいてましたね、ありがとうございます。すごい笑いの絶えないね忘年会で、よかったです僕らも ね、その忘年会でもね、うん、僕らとあと、まあ、僕の姉の吉達由美、うん、その3人であれも やったもんね、あの読み物をね、あ、そう、サンプル公演をねやらせていただきまして、はい、書き下ろしのオリジナル台本だったんですよ、うん、そうなんですよ、うん、それを僕らそれぞれでねやらせていただいて、うん、そうね、楽しんでいただけたかな、木部かなえさんにね、そう、はい、お書きいただいてありがとうございました。ありがとうございました、はい、素敵な台本で、はい、ね、楽しかったよね、あれ、はい、読む側としてもなんか、すげーってなったりね、
思ったよ。機会があればね、ぜひご本人さんにもね、お聞かせねできればなとは思ったんですが、中にもね、そうだな、いやまあでも、結構短かったよね、時間的にはあっちゅう間だった感覚。そうだね、2時間一応やったんですけど、なんか本当一瞬で終わってしまったというか、むしろあやばいもうすぐ終わりじゃんってなって結構後ろバタバタしたぐらいで、でやっぱそうなるぐらいにはいろいろやったんですよ。まあもちろんお酒飲んだりもそうですけど、ねお客さん交えてねボードゲームやったりしたよね。やったね、ね僕らの8月のイベントにやった、まあボブ辞典だったりとか、そういういろいろまあ持ち寄ったんですよ。でまあ持ち寄ったんですけど、まあその時にやったのは実はそのボブ辞典じゃなくて、ファンの方がですね、来てくれた方が、その持ってきた、とあるボードゲームがあって、それを僕らやったんですよね。とあるボードゲーム隠してる。いや言う、それがですね、9月に、行われた、僕らのユキスケの奪還イベントって言ったらいいのかな。そう、四ツ谷四丁目のアニマというところでやらせていただいた、ユキスケの番組に取り返すイベントで、実際に、プレイさせていただいたゲームがあるんですけども、そのお名前が、テンタクルというゲームで、見ていただいた方はもちろんご存知かと思いますが、銃揃えて邪神を呼び出すゲームでございます。そう簡単に言うと それをみんなでね盛り上がりながらやったということでございましたね。そうなんですよ、ね、そのね、一応そう僕ら2人と、まあその他のねなんかその参加者の方々と一緒にね、楽しませていただきました。なんかねいろいろとこう改良版っていうか、クオリティがアップされた状態でね、僕らがやった時はまだサンプルだったのかな、なんかいろいろ絵が違ったんだよね。そうだね、イラストもすごい書き込まれたグレードアップされたものになってまして、おーおーおーまた新しいゲームやってる金粉になったぜって、そんな感じで、ボブ辞典もね、やりましたな、ボブ辞典ね、そう、スタッフとさ、ファミリーとさ、ファミリーとね、そうボブ辞典やったかなってまあそうね、まあいろいろやりすぎてね、なんか訳が分かんなくなった。お酒もいっぱい飲んだしね。まあ、そんなこんなしてたらあっちゅう間に終わっちゃってね。そうだね、僕もねなんか変に緊張していたのかね、あの場なんかこうやっぱその距離感じゃないけれど、なんかつかみがあってね、緊張してたのかお酒の進みがすごく早くて、周りの人に突っ込まれまくってたんだよね。早くないってそんな飲まないじゃんね。そう、普段全然僕なんて、ビールの進みは誰よりも遅いって思ってたのに誰よりも早くていや確かにあの日はめっちゃ飲んでたんですよ、ね、気づいたらないみたいな、ね、飲みすぎると寝ちゃうから、そうだね、僕はそういうタイプだ、なんだ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 、私たちやってるのを2人は全然気づいてません。ボブ辞典いや、そうなんです、そうなんです、ごめんなさい、違和感感じてたと思うんですけど、やってたっけっていう感じのまま、はい、僕らはね、話してた、僕らの世界でね楽しんでたせいでね、視野が狭くなっておりましてね、そう、周りは周りで皆さん楽しんでっていうことだったんですけども、そっか、僕らがテンタクルやってる時にやってたのか、あ、違うのか、やってた時にだと思う。あ、やってた時に、その時にやってないんだって。あ、やってないのか。やってないんだって。め、何？あれ、いつやってたの？めっちゃ盛り上がってたのにだって。本当に？まあでもさ、気づかなかったもん、もうしょうがないじゃないですか。そうだね。しょうがない。まあ、各々が楽しんでたってことです。そうだね。みんなね、ちゃんとね暇だなとかなってないで、みんなそれぞれがね楽しんでたということで、そう、すごく。いい時間を過ごさせていただきました、ね、寒い中来ていただいて、ね、今日も寒いです。寒いね本当に。そう、さっきやってたニュースでは道路の温度0度だって、ゼロ、もう凍っちゃうよ、ね、ゼロはやばいね。雨降ってポタって垂れたらその水凍るレベルの、冷たさになっております。すごいな、コーヒー飲みますね。そうだね、もう冷めてんじゃない。冷たくなっちゃってるね。だね、冷たくって言ってもあれだけど、ぬるい、まあ、ぬるいね、まあやっぱそれだけ寒いということですわ、ね、ほんのりお腹が温まる。外し忘れたのもあるんだけど、アームカバーしたままだった。そう、まあアームカバーって素晴らしいですよ。語り出したら長いからやめよう、またの機会に。そう、夏はね、紫外線対策になるし、冬は防寒
くなるしね。あ、それはいいね。うん、お便りやりましょう。はい、やりましょう。ね、はい、はい、今日ね、たくさんお便りいただいてまして、はい、ちょっと全部読んじゃうともうそれだけで番組終わってしまいますんでちょっと一部省略させていただくスタンスでお願いします。はい、よろしくお願いします。これ全部読んだら大変なことになります。だね、はい、じゃあ1通目読ませていただきます。はい、ニックネーム黒ゆりさん、はい、ありがとうございます。ゆきたさん、おうすけさん、こんにちは。じゃあゆきすけが最高の番組なのはもう言うまでもない話ですが、 YUM チャンネルは本当に楽しい番組が多いですよね。おうすけさんのラジオ、野菜ぬなどなど、うんうん、そして最近配信された栃木ヘルメットかぶり隊かっこ仮、うん、栃ヘル隊の栃木探訪は見ててとても楽しく癒されます。僕は役者さんたちの旅動画が大好きなので、うん、もう最高でした。旅動画いいよね。うん、ゆきすけは、うん、旅動画とかやらないんでしょうか。わらわらわら、無茶ぶり。ねえ、次行きましょうか。さて、今回の栃ヘル隊動画、個人的に最大の魅力だと思っている部分なのですが、うん、やはり大輔さんのナレーションですね。やりましたね。お、はい、聞きやすいのに特徴があり、なおかつ親近感を覚える大輔さんのボイスはやはり最高でした。ありがとうございます。少し質問なのですが、お、ゆきたさんと大輔さんは今後やってみたい声のお仕事はありますか。うんうんうん、アニメでもナレーションでもボレフイのようなけ俺じゃねえか。お二人の野望や希望をぜひ聞かせてほしいです。うん、キャラものならどんなキャラを演じてみたいかも教えてくれたら嬉しいです。ではでは、というお便りいただいております。ちょっと続けていきますね。はい、次のお便りです。はい、ニックネームを初めましてですね、三月こうさん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。初めてお便りを送らせていただきます。うん、ゆきたさん、大輔さん、スタッフさん、いつもゆきすけ楽しく拝聴しております。面白い番組をいつもありがとう。いや、こちらこそありがとうございます。遅ればせながらゆきすけ復活おめでとうございます。ありがとうございます。ゆきたさんと大輔さんのいつもおなじみのゆるい空気感、うん、まったりとほっこりと癒しのエンターテインメント新作が見られるとやっぱり気持ちがゆったりします。初見なんですよ。それでは恐縮ながらお二人に質問をさせていただきます。はい、ゆきたさんと大輔さんは声優さんなわけですが、はい、かっこもしかしたらこの質問は過去回でも出てるのかな、もし出てたらすいません汗。出てはないかな、ちらっとそれっぽいことはありましたけど。声優としてのゆきたさんと大輔さんはまだアニメ化やゲーム化などされていない、またはそれらがされていてもまだ出ていない自分が演じたいキャラなどはあったりするんでしょうか。おーおーあら。もしよろしければ、そのキャラクターの簡単な解説付きで教えてもらえたら嬉しいなと思います。うん。なるほどなるほど、うん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 、それにしても今回復活の第7回最高に、あ、過去最高に楽しかったです。お、過去最高には抜けちゃった。そう、過去大事。うん、うん、ありがとうございます。オープニングからエンディングまでノンストップなカオスっぷり、うん、せやな。意外なんだけど、うん、なんかレギュラーかのように馴染んだ特別でゲストさんに、あ、シスマさんかな。そうだね。ファンには嬉しい数々の告知、そしてデュエット曲の制作決定発表など、うんうん、さらに番組もゆきすけのお二人もこれからも、さらに番組もゆきすけのお二人もこれからを期待させてもらえる回でしたね。うん、人の文章噛むとは。で、デュエット曲ということは当然ユニット名の発表なんかも今回あたりに期待しちゃっていいですかね。笑様々な活動でご多忙のこととはございますが、うん、体にはくれぐれも気をつけて頑張ってください。また次も、さらにまた次もゆきすけを楽しみにしてこれからも視聴させていただきますということです。はい、ありがとうございます。黒ゆりさん、三月こうさん、ありがとうございます。ありがとうございます。で、やっぱね、うん、たくさんこうやって長い文章送ってきていただいて、やっぱ僕らにね、うん、聞きたいっていう内容が
似てた似てた ね、うん、ねやりたいキャラクター方向性、ね、やりたい役どんなの演じてみたいかみたいなね、うん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 、やっぱゆきすけのさ、うん、お客さんっていうのがさ、うん、やっぱ共通した何かを持ってるんだろうね、うんうん、かもしれないね、うん、やっぱ聞きたいものとかもさ、うん、意思疎通してるから同じものをやっぱり同じタイミングで送ってくると言いますかうんうんうん、うん、ねえどうしたもんでしょうファイアーエンブレムです。まあやっぱそうだよね、うん、あの某FE あのファイアーエンブレムに出たいです、うん、今はアプリ版で ね絶賛稼働中ですよね、うん、まだやっぱりまあ美月さんのこともありますけども、あの昔のキャラクターはまだ声がついていないキャラクターがたくさんおります、うん、なので何かしら、うんうん、ぜひインテリジェントシステムズさんいつでもお待ちしておりますのでファイアーエンブレムよろしくお願いします。よろしくお願いします。いやでも本当にファイアーエンブレムが本当に出たい、うんうんね、大好きでね、うんうんうん、もう、うん、なんかその出てないキャラクターで、うん、なんかこのキャラがやりたいなみたいなことを、美月さんが確か言ってたのかな、うん、なんかあるファイアーエンブレムで、うん、まあ分かんないかもしれないんですけどなんかあるこのキャラクターがやりたいなみたいな。セーマの功績のレナック。セーマの功績のレナック、どんなキャラ。あのラーチェルというね、うん、王女のね、その、うん、まあトルバドールっていうか、うん、まあその、まあ、回復役みたいのがいて、そこであのまあお付きの盗賊みたいのがいる、うんうん、あの斧持った屈強なダンディーなおっさんと、うん、その横になんかひょうひょうとした、はい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 、うんのがいる、そう男がいて、その茶髪のね、そうなんだとかね、うんうんうん、ファイアーエンブレムのね、封印の剣のね、うん、封印、うん、ヒューとかね、ギースとかね、そうなんかちょっとね、そう、うん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 、海賊とか盗賊やりたい、あのあたりね、うん、確かになんか想像つくわ。ね、自分の作品でもね海賊やってるしね、うん、そう海賊大好きなんです、うんうん、なるほどね。そうかそうか、そうこんな感じでよろしいでしょうか。ちなみに大輔くんは僕はね、そうだな、やっぱりね、うん、あのこの間もさロックマン出たじゃない、うん、11番目のそうすっごい久しぶりになんか、うん、まさか来るとはみたいな感覚だったんだけど、うん、やっぱりいざ来たらさ声がついてるじゃない、ボスとかにもさ、うん、ああいうの見てるとね、やっぱり自分もボスやりたいなって思うよね。ボスがやりたいんだ。ボスがやりたい、ロックマンのボスがやりたい。ボスがやりたい。なるほどね。あのね、技名とか言いたい。あーでもわかる俺ももしロックマンに出させていただけるんだったら、うん、ボスやりたい、うん、だよねやっぱボスがいいんだよな。そうなんかやられたいね、うん、氷とかね雪降らすね、うんうんうん、あのロックマンのね敵がいたらそういうのやりたい。そうね、なんかほらあのなんだろう、こうまあロックマンって言ってもさ、うん、いろいろシリーズがあるわけじゃない、うん、だから例えばさ、まあ中にはね、あのまあカプコンさんが出している作品だからっていうのもあるんだけれど、例えば、うん、ロックマン X4 ね、うん、4だと、まあ、とあるキャラクターが、うん、あのストリートファイターの主人公たちが使う、うん、あの波動拳とか昇竜拳を使うキャラクターがいて、うんね、波動拳昇竜拳っていう風に言って攻撃してくんの、うん、そういう感じでなんか攻撃するときに技名を喋りたいみたいな。あーなるほどね。そういうなんか、うん、結構昔からのねこう夢みたいなものがね、うん、あるんだよね、まあ、だからまあロックマンでそういうことしたいなっていう希望があります、うん、そういった意味ではね、うん、テイルズオブシリーズとかも技叫びまくるからね。確かにね、うん、そうだそうだ、ああいうものとかもね、うん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 、やっぱ出たらね、うん、いいかなっていうだね、うん、出たらいいかなじゃない、うん、出させていただけたらいいかなって。そうだね、出られるように頑張ってまいります。はい、そんなこんなでございますが、はい、次、続けてですね、うん、3番目のお便り紹介させていただきたいんですけれども、はい、こちらですね、また美月さんからいただきました。2通目です、うんうんうん、美月光さんありがとうございます、はい、でこちら、こちらだけあらかじめちょっと拝見させていただいたんですけども、何やらですねオリジナルのドラマを書いてきていただいたんですよ。あーすごい、はい、でそれをね、ぜひね、せっかくだから初見っていうのもあれなので、うんうんうん、まあここで読ませていただくよりは、うん、特別版としてね、うん、お送りさせていただけたらと思います。そうですね、うん、ね、しっかり読み込ませていただいてね、やっぱね
一生懸命書いてくださった、大切に書いてくださったものなので、うん、僕たちに ね、 そうだね、うん、初見でやるなんてね、言語道断でございます、うん、ちゃんと読み込ませていただいて特別版としてしっかりやらせていただきますので、はい、こちらちょっと活躍させていただきます、はい、ちゃんとお便りは読ませていただいておりますので、はい、ご安心ください、ま、ありがとうございます、はい、素敵な文章をありがとうございます、これぜひやらせていただきますのでね、はい、うん、では4通目に参りますが、はい、相づちとかじゃなくてさ、ちょっとたまにはさ、せやな僕が読みます、はい、では4通目、ニックネームクレウリさん、はい、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、ゆきたさん、おうすけさん、こんにちは、こんにちは、今月も収録お疲れ様でし、でしたじゃないや、お疲れ様です前回の配信は久々だったこともあり、ゆきすけのありがたみを痛感しまくる回でしたよ、うん、ありがとうございます。お便りコーナーのゆきたさんは相変わらずめっちゃ反応しながらメールを読んでくださいますし、おうすけさんはいい具合に優しくフォローを入れてくださいますし、まあ相づちぐらいしかしとらんけどの、だから今読ませてんだそうやはりお二人の癒し空間は最高すぎます、うん、めっちゃくちゃ元気もらいました、ありがとうございます、まさに生きがいです、 お二人の誠実さと優しさには逆に申し訳なくなりつつ、うん、いつも番組を楽しませてもらってます。さて前回はついに待ちに待ったデュエット曲の制作発表がありましたね、ありました、フットワークの軽いスタッフさんには超感謝ですし、かっこいい系の曲になるとの情報は本当に嬉しかったです、うん、こちらもスタッフさんの趣味に大感謝ですまだまだ楽しいことが続くゆきすけ、これからも全力で応援していますね、皆さん無理せずまったり頑張ってください、それではありがとうございます、ありがとうございます、たくさんお便りありがとうございます、そうなんですよ、うん、ね、ね、そうデュエット曲決まったんでございますよ、決まったんでございますよ、でね、うん、それに付随してお話しさせていただきますけども、はい、先日、キーチェックしてまいりました、してきました、かっこいい曲がね仕上がっておりましたよ、うん、ね、それをちゃんと声出るからねやっぱ確認しなきゃいけないので、そうだよね、うん、それだけチェックさせていただいて、うん、今日は、まあ、音源はちょっと公開はできないのですが、そうね、作曲者をね、はい、ご紹介させていただけたらと思います、はい、作曲者、ね、じゃあ作曲者様は山田一方さんです、山田一方さんです、ありがとうございます、ありがとうございます、山田一方さんはですね、もうほんと僕がお世話になってる方でですね、はい、あの株式会社インティクリエイツの、はい、あのまあお世話になってるあのサウンドプロデューサーさん、そうですね、うん、サウンドデザイナーさんで、サウンドデザイナーとして活躍されております、もう、うん、インティクリエイツ、うん、初期の段階からもう筆頭に立って一線で活躍されてる方でございます、はい、うん、で、うん、僕がお世話になってるアームドブルーガンボルトですとか、はい、あのロックマンゼロシリーズですとか、そうロックマンゼロ、うん、ね、あと僕も大好きなロックマンですよ、うん、バイオハザードシリーズとかですね、バイオハザードね、音楽を担当されてます、うん、かなり昔から活躍されている方ってことだよね、そうですそうです、うん、で直接会った方はびっくりされるような方で、うん、髪の毛の長い方でございますよね、写真もあると思いますので、うん、こんな方でございます、たくさんお世話になってる方でですね、はい、今回も音楽を手掛けていただいてですね、はい、本当にとても感謝しております、ありがとうございます、頑張ります、頑張ります、僕に見合うようにね、はい、僕らも頑張りましょう、ね、本当にかっこいい、うん、とにかくかっこいい、それしか今お伝えできませんが、そうですね、続報までということで、はい、はい、お待ちください、楽しみにしててください、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、山田一方さんでした、ぜひ皆さんもチェックしてみてください、チェックしてください、では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 、うん、そんなこんなで、うん、全然お菓子食べなかったんだけど、そうだね、ノータッチだよ、うん、開けたものの、食べる、食べようか、今日は何だい、これは金魚とプリッツです、金魚それは何かの既存の歌オリジナルか、甲田新さん、ね、あるんだよ、知らない、酒場の隅で真っ赤っかって、うん、食べましょう、酒場の隅で真っ赤っか、うん、もしかして昔そんな感じだったのかな、酒場によく金魚の水槽があったりとか、分からない分からない
高田新さんのその世界観だかもしれないけども、うん、告知行きましょう。そうだね、うん、ゆきたさん結構昔の曲とか、ね、知ってるからびっくりするよ、うん、古い歌好きなの、うんね、演歌とかも好きだしね、うん、じゃあ僕から行きます。はい、じゃん、ちょっとツイッター風にしてみましたが、C95、これ冬コミですね。おー、本当だ、冬のコミックマーケット95参加いたします。はい、15日公開なのであと15日後ですね。うん、そうか、そう、 GI ホログラムとして出ます、うん、東地区の2-10B ブースで、お待ちしております。新譜氷の騎士ディストピア、氷の騎士ディストピアでした氷の騎士のディストピアのね、出しますのでぜひぜひご来場ください。まあど年末でねお忙しいと思いますけれども、はい、まあお時間ある方、ご都合つく方はぜひね、年の暮れにですね僕に会いに来ていただけると嬉しいです。ぜひぜひ、はい、3作目だね、3つ目かな、そうだね、うん、ディストピアは3つ目かな、うん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 、またねいろいろがっつり曲が入っておりますので、うんうん、価格は2000円でございます。おお、ただ、うん、絶対後悔させないのでぜひお手に取っていただきたいと思います、うんうん、はい、大輔くんもイラスト頑張ってくれてます。はい、今頑張ってます、はい、リアルタイムでね、はい、そしてね、はい、ここにはまだ、書かれてないんですけれども、来年の頭2019年の1月にですね、はい、野菜犬のトークショーがございます。こちらです、野菜犬ファクトリー店、ドドン、はい、はい、野菜犬店ですね。そうです、うん、トークショーがメインっていうわけじゃないのかな野菜犬店でございます。はい、はい、で、先日僕も新しいキャラクターをね担当させていただくことができました。はい、そこら辺も含めて、トークショー僕はですね1月の13日と1月の15日に、15日、うん、あ、15だっけ、15だよ、15じゃない、あれ何日だっけ、16か、17か詳しくは公式ホームページを見てください。大事故だよ、大事故だよスケジュールね、この日のこの時間はこの人とこの人が出ますっていう感じにスケジューリングされてますのでその中からここ行きたいなっていう場所を選んでいただいてね、応募していただければ19か、うん、19かな、多分19だね、確か日曜と土曜でやってたような気がする、だから13と19かな、19ですね、はい、何が思って15って言ったんだ、雪助と混ざっちゃったな、はい、というわけでね、うん、公式ホームページでチケット発売中ですので、うん、はい、ぜひぜひふるってご応募ください、はい、よろしくお願いいたします。フラット遊びに来ていただければなと、ね、うん、うん、いろんな方々が出ますよ、僕も出ますよ、うん、ね、楽しみだ、楽しみだね、僕もね、その野菜犬という作品にね、うん、お世話になることは初めてなので、うんうんうん、ちゃんと、うん、なので僕も精一杯野菜犬ファクトリーを盛り上げられるようにね頑張ります。はい、はい、ね、この間もね、うん、なんかパンフレットを作る上での写真撮影とかね、うん、行ってきましたよ、うん、撮りました撮りましたね、もう僕らのね体の硬さと言ったら、ね、うん、パシャッパシャッパシャ同じパシャパシャパシャ動いて、はい、パシャ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 、なんかね、うん、体って動かないんですよね、うん、慣れてないとね、まあ、徐々にね、徐々に徐々にやっと動くかみたいな、そう、ロボットみたいになってました、ね、コマ送りのロボットみたいな、パシャパシャパシャ頑張ってピース、うんうんうん、ガッツポーズみたいなね、うん、でもね、最終的に仕上がった写真は本当に素敵なものがたくさん揃いましたので、うん、ぜひぜひパンフレットお買い求めください。はい、まあ、とりあえず野菜のファクトリー店、こちらご来場お待ちしております。お待ちしております。はい、はい、日付間違えましたが、ね、13と19でございます。13と19、はい、そんなこんなで、はい、大輔くんの告知もそれで OK？ そうだね、うん、僕もこのトークショーに出ますよっていうぐらいかな、うんうん、13日から19日の間の、2日間か、うん、僕らが出るのは、うん、もちろんトークショーない時も野菜の展自体はこの期間内に開催されてますので、ぜひぜひね、その期間内にご来場ください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そんなこんなで終わりの時間が来てしまいました。もう30分経ったか。いや、早いんだって、うんうんうん、やっぱね、年重ねるごとにね、うん、1秒とか1分のね感覚が狭まってる気がする、うん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 、だって学校の授業ってさ50分クソ長くなかった？長かったね、本当に長かったから、うんうんうん、
だって今50分あっという間でしょ。もうだって電車でさちょっと移動したらもうあっという間50分じゃない。確かにね、あの時間授業してたと思うとさ、うん、ねえ、なんかこう通学の時間とかさ全部ひっくるめてもさ、うん、やっぱ長かったなと思うんだよね。確かにな、まあ、まあね、年をな重ねるごとにスピードが速くなってくって言うけど、うん、まさかこんなに速いとは ね体冷えるスピードも速くなってくるしもそうね、いやいやそんなところまで。お便りの宛先行きましょうか。はい、ね、いつもの感じ尺が飛び出てしまう。はい、というわけで、はい、お便りの宛先は gmr@yum-innovation.東京、 はい、こちらのアドレスにタイトルに、件名の部分に雪助って入れていただいて、うん、今回みたいなね、いろいろご質問とか送ってください、うん、はい、よろしくお願いいたします。今回もたくさんいただきましたし、うん、まあ、あの皆さんもね、ぜひぜひあの爆弾発言でも大丈夫ですので、ね、送っていただいて、ね、初見で読ませていただきますので、はい、こちらがおっと思うような内容からほっこりする内容から何でもお待ちしております。お待ちしております。はい、それではそれでは皆様良い年末を、お年を、良いお年を、年末を、良いお年を、良いお年を、そうです ね、また来年も頑張っていきます。ゆきすけの番組は15日ずっと奪われない限りは公開していきますので、はい、来年も末永くよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。あんまり過ぎると狼が鳴くから、うん、狼が鳴くじゃねえ、鬼が鳴くんだよ。鬼が笑う、そう、鬼が笑うんだ。そうそう、鬼、狼がって、なんだそれ。まあいいや、もう台無しだよ。まあまあまあ、こんな感じだよ。そう、ゆきすけはこんな感じです。今年最後ぐらいしっかり締めなかったんだよ。まあいいや、はい、もうもう恥ずかしいからやめましょう、ね、はい、はい、じゃあそれでは改めまして、ゆきたまさしとおうすけのゆきすけでした。良いお年を。良いお年を。また来年。